ヤッホー、さくらです。はい、ということで本日は恒例企画5分間解放ライブということでですね、今回は私がね、普段から大好きなプラザさんに来ました。今日はですね、開店前に貸し切りさせていただいているということで、ここはプラザ東京店でございます。ということで、私ここの店舗は初めましてだったんですけど、だから結構ね、どこに何が置いてるかまず把握できてないんですよ。だからちょっとそこがデメリットかなって思うんですけれども、もうポシッと僕買っていくので、はい、頑張りたいと思います。ということでやっていきましょう。レッツゴー、チョベリグ。はい、ということで早速マジでさくらさん、この企画の時だけ顔違いますよねいっちゃ嬉しそう。マジで嬉しいえ、結構何狙おうかなっていうのはちょっとありますよね。やっぱコスメとかですか、いつも買いに来る。プラザではコスメ多いですね。スキンケアとか、でも雑貨とかもプラザあるので、そこもちょっと注目できたらなって思います。すみません、家具一つで足りないかもなんで、伊藤さん、はい、もう一個持ってお持ちします。はいということで、見てくださいね。よーい、スタート。でもね、本当にね、めっちゃ欲しいとね。あ、待って、うちこれ、え、うちもう一個買っとこう。めっちゃ良かったの。おお。スポンジボブ。スポンジボブ。はい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 。ちょっとうちね、今ね、のど飴ちょっと欲しいから。ドロップってのど飴ですよね。あ、まあ、まあ、味はいいんじゃないですよね。まあ、寒暖差すごいですからね、今。そう、最近やばいの、みんな。風邪ひきやすいから。ひきやすくない？ちょっと。まだね、ロフトで買ったコスメがまだ余ってるんですよ。アイラインが死ぬほどあるので、アイラインは少なく。待って、これ欲しい。これ韓国で流行ってるリップマスク。何？どれがいいんだろう。何？どういうこと？さあ、さくらさん、まもなく1分半経過します。残り3分30秒。やばいって、めっちゃ可愛いって。え、ちょっと待って、これ買おう。どうしよう、何？何買おう。ちょっと待って。まだカゴスカスカすけど、大丈夫ですか？やばい。ちゃんと選んでるもんな。そう、ちゃんとね、選びたいんですよ。うわー、ちょっと待って。リキッドファンデーション欲しいっていうことを覚えておいてください。僕ら頼みなんすか、それ。はい。メモ帳みたいな。欲しい。はい。残り3分です。待って、やばいって、これ。ここ最高ぐらい。え、これ、しぶしぶの？欲しい。もう何言ってるか全然わからない。焦りすぎて。やばい。ちょっと待って。じゃあ、はい。助けてください。時間伸ばせと。ずるずる人バレないって。ちょっと待って。全然回れてない。そうですね、まだ3分の1ぐらいしか回ってない。寒くなってきたから。寒くなってきたからさ、どうしよう。寒いよ。ね、今のぐらいですか？残り2分10秒。もう来た。来た。これ来た。よかった。どうしよう。数量限定。数量限定。ゲット。数量限定と人気ってワードにめっちゃ弱いっすね。マジ弱い。わかる。昨日数量限定って言ってお買い物しちゃったの。やばい。え、ちょっと待って、どうしよう。やばい、送っていけてない。あと何分ですか？1分39秒。マジ？どうしよう。1分39秒。こっちですか？今回僕とさとひろさんに何かプレゼントあるんですか？おそんな余裕はないと。さとひろさんと伊藤さんに何かこれあげようかな。さとひろさんと伊藤さんに。あ、これ伊藤さん。これは里藤さん。結構似てて受ける。残り1分。待って待って。
ちょっと待って、これ何ディフュージャー？あぁ、やっぱりない。なんてディフュージャーとか売ってんだ。ね、もうサトイロさんたちのせいで選べないやん、これ僕のせいですか？サトイロさんとかのせいだから。どうしよう、あと何分ですか？あと45秒。待って、ついに喋らなくなりましたね。やっぱ僕やっぱ。あれ欲しい。で、きっともで、きっともでした。どうしよう。あと何分ですか？あと22秒。大事。すごい。22秒。なんか見える、見えって書いてあるから、こっちこっち。残り10秒。どうしよう。なんかちょっと、5、4、3、2、1、終了。めちゃくちゃ不服そうなんですけど。全然オープニングで変わる。どうしました？でも、アニメートやから、ちょっと不利だったかな。初めましてだったら最初見とくとかないんですか、ね。はいはいはい、全然思ってましたよ。思ってたんですけど、なんかまあ行きましょうかみたいな感じだったんで。待ってくださいね。よーい、スタート。なるほどね。大丈夫かな。でも意外と、いや、そうなんですよ。結構ちょっと、そうそうそう、結構重い。結構ボリュームあるっすね。重い、重めな感じはしますよね。しかもやっぱコスメって結構ね、ちっちゃいけどいい値段するもの多いんで。いや、後で買おうと思ってね。アナちゃん多分こういうの好きだろうな。せっかくのプレゼントなのに。大丈夫ですか、こんな感じで。あ、全然僕たちは、はい。かっこいいブザイクの顔してます。OK。でも、はい、まあ結構買えたんで、値段ね。そうっすね、うん。意外と行くんじゃないかなっていう。2万行かないか、2万は行かないか。1万5000円ぐらい。そう、行きそう。行きそうなので、ここは2万行ったら結構私の中でいい方だと思うので、今からお会計していきたいと思います。ということでですね、今会計終わったので紹介していきたいと思います。はい、まずこちら靴下。もうね、寒い時期が近づいてきてるので、なんかモコモコの靴下を買ったんですけど、あのね、これね、なんて言えばいいの、センチが違います。足のサイズが違うの取っちゃった。23センチから25センチのと、25センチから27センチの、なんか男性よ。あれ、あ、なんか気まずい人なんだけど。ほんまにそれたまたまかな。うち目弱すぎるじゃん。匂わせ。いや、たまたまなんですけど、なんかカラーもだる。カラーだって。いや、私は可愛いなの選んだだけなんですけど、思わせぶりになっちゃった、すいません。はい、次。あ、こちらどんどん出てきちゃったんですけど、はい、一徳さんとサトイロさんにビキニの。なんかね、めっちゃ可愛いの、このなんか種類の靴下とか私使ってて、ゴリラの筆箱持ってたんですよ、これは。これはなんか新キャラなんですけど、はい、中身色もね、確かに、今そんな感じですもんね。そう、こんな感じだし、一徳さんは普通に、普通に、ね、普通に何普通に何？普通に、はい、ゴリラ似合う、ありがとうございます。似合うかなと思って。身長が高いので、はい、ありがとうございます。大事に、つけてなかったらもう絶好です。つけてない日見たら絶好ですよ。次、じゃーん、これはクッションファンデパフで、最近あのクッションファンデよりあのリキッドを使うことが多くて、リキッドの方が崩れにくいので、そういうなんかね、あのパフは定期的に変えた方が菌が集まらなくて、あのニキビとかもできにくいって聞いたので、ちょっと買いました。で、続いてはこちら、アンドハニーのヘアスティックの最近出た金木犀の香りで、私これ持ってるんですけど、今日持ってくるの忘れちゃったのね。だから
2本持っといた方がいいかなって。これめっちゃいいんだよ。キモクセルのやばいの。キモクセイハニーの香りだから、ちょっと甘さもあっていいと思います。急にちょっと仕事っぽくなった。続きましてこちらはパッケージがもうめちゃめちゃ可愛いドロップね。ドロップ懐かしくない？ねえ、なんかこっちね、後ろとかもね、すごい可愛いの。ドロップの、うんうんみたいな。ドロップの味が、めっちゃ好きなのあって、透明のクリアの、あー、ハッカみたいな、ハッカ味が、超愛好きで、はい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 、ハッカ味狙いで、いつもハッカ味が出るまでドロップ買ってました。続いてはこちら、これは本当にちょっとよくわかんないのを取っちゃったんですけど、なんかお菓子ハニーバター、あ、チーズうまっ、うまそう、うまそう、なんですけど、これはチークのやつ。おー、やったー、いただきます。私お菓子食べないんで、モデルなんで。そうやん。そうです。で、続きましてこちらはディフューザーで、なんかムクエナさんの動画見てた時もなんかエラちゃんが買ってたから買ってみました。匂いがね、わかんないからあれなんだけど、まあ、パッケージ的に全部いい匂いかなって思います。続きましてこちら、シピシピのセミマットタイプのクッションファンデ01番で、しーちゃんとすーちゃんがこのシピシピのクッションファンデ使ってるんだけど、マジかこいちいいよみたいな感じでなんか言ってきたんで、でもね、なんか売り切れてんのだけど、ここに売ってたから皆さんも行ってみてください。結構ね、買ってるの、うちシピシピの。これもね、ちょっとね、よく分かんなくて取っちゃったんですけど、みんなよく使ってますよね、このマットキントリップ。もうね、全部ね、お試しで買ってるから、ちょっと使ってないから感想とか言えないんですけど、これロム&の新しいリップ新作なんだけど、このリップスティックは持ってるから、ちょっとティントを買ってみました。あとこれなんかキープコンデスミスト、あのメイクキープミストが売ってたので買ってみました。これはあのメイク前の美容液として、保湿としても使えるけど、メイク終わってからかけるとメイクがね、崩れにくくなるの。これめっちゃ気になる。欲しかったからさ、冬は乾燥するじゃん、だから保湿大事ですね。あ、コスメがまだあと何個かあります。またシピシピ買ってるわ。シピシピのアイシャドウパレット6色も入ってます。のオレンジ、これなんか残り1個だったのに取っちゃって、ちょっと罪悪感。開店前なのに、開店前なのに、開店前に行ってしまって、すいません。だけどめっちゃ可愛かったから行ってみた。と、これもね、うち持ってるの買っちゃったわ。これミルクタッチのロング&カールマスカラのブラック。このミルクタッチがなくなりかけてたから、まあ新しいのということで。あとこれ&B の、スポンジ、私これが好きすぎてAmazon で1万円分ぐらいこれをね、買いだめたの、なんですけど、もう残り4つぐらいになってきちゃって、ちょっと洗うのめんどくさくてすぐ買えちゃうから、もう本当にもったいないんだけど、なんか買っちゃった。次、これラネージュ、めっちゃいいの。ラネージュのファンデもこの別のやつも持ってるんだけど、ヘアメイクさんが全員使ってるぐらいめちゃめちゃいいです。これは寝る前の保湿とかメイク前の保湿に使います。と、これラロッシュポゼの下地使ったことあったんだけど、なんか化粧水もついてるみたいなセットで、数量限定、なんかまた開店前にちょっと出しまっちゃったんですけど数量限定のものを取っちゃいました。オイコスープのネギのやつ、これはちょっとよくわかんないって言っちゃったんですけど、ね、でもお湯入れるだけでスープ飲めちゃうぜみたいな。実験台みたいな。ありがとうございます。しっかり言ってください。わかりました、はい、ということで、こんな感じで以上となってます。ということで、はい、気になるところ値段ですよ。一応今19点、19点も取ってんの。はい、購入してます。すごいよ、うちで。予想が、予想は1万5000円ぐらい。おー、なるほどなるほど、かなって思ってます、はい、なんですかその顔は。じゃあどんぐらいずれてたら自腹にします。5000円。5000円、めっちゃ自信あります。自信あるでしょ。おー、では発表させていただきたいと思います。はい、今回プラザさんで5分買い放題合計19点、お会計は、ちょ待って、嘘、やっぱり
2万円で設定でお願いします。2万円で、はい、今回合計金額27,798円です。ね、うちロフトの時も出てるよ。あの噂の伝説の噂の17万の金銭感覚狂ってる女。はい、27,798円です。まあ値段見てないですからね。はい、ということでじゃあ7,798円オーバーということで、ごちそうさまです。ありがとうございます。よかった、浮いた。やった。返してください、ゴリラ。ゴリラたち返してください。返品。ゴリラ返品。チョベリグ。でもめっちゃいい買い物できました。やっぱりなんか5分買い放題だから、なんか普段はじっくり見て考えるから結構決まっちゃうんですよ、自分が選びそうなものとか。だけど5分買い放題だと結構挑戦で選んだりもしてるので、新しいね、出会いとかもあるので、はい、楽しめてよかったなと思います。次はどこで5分買い放題しようかな。次もう考えとる。もう次回のこと考えてます。皆さんぜひあのリクエストあったらぜひぜひ教えてください。ということで皆さんもぜひプラザさんでお買い物楽しんでみてください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チブリク。バイバーイ。